エンターグラム。不透明な私をまとい、いつの日か変われると信じてた。わかんないよ、マニュアルもない、なぜかこぼれた涙。これで行く。で、私に何の用？こういうのはちゃんと口。言ってくれればちゃんと聞くからさ。Thank you.
私もそっちがどう思ってるかなんとなく気づいてたんだけど。バレバレだよ。あんだけジラジラ見られたら誰だって気づくわ。とぼけなくていいって。私のこと、ほん？じゃあ確かめちゃおっと。素直になっちゃいなよ。ねえ、どうなの？本当は見るだけ。ま、あんまいじめても。あ、答えか。セリカ、めっちゃ探したんだけど。あ、そいつとちょうどいいじゃん。そのこれまで以上になお前ちょっと話しただけでセリカも言ってやりなよ。
ケするわけ。オッケーするわけないでしょ。正直ずっと迷惑だったんだよね。直接言えってそういうこと。は？被害者前からこいつの。ああ。うん。さっきもセリカの胸の。はいはい、いいわね。しつこいな。いいよ、こんなやつ。行こう。行こう行こう。あ、そういえば。お前の告白、クラスのライムグループに拡散しといたから。
お久しぶり。最近元気ないんじゃない？私の会員よ。昔はちょっとでも嬉しいことがあったらすぐに連絡よこしてくれたのに。何かあったよね。差し支えなければ私に話してみてちょうだい。
なたも大変だったわね。やれやれ、どうして。それは間違い。福岡の街で私の出発、私の長年の夢。ええ、その通り。渋滞？何言ってるの。こっちの学校に通えばいいじゃない。つてでバイト OK なとこがあるわ。授業を手伝ってくれるなら、家賃や光熱費もろもろ私が持ってあげる。その分きっちり働いてもらうけどね。悪い条件じゃないと思うけれど、どうかしら。この町に来ればきっと何かが見つかるはずよ。一からやり直してみない？いい返事。Thank you.
この町に来ればきっと何かが見つかるはずよ。私に言いたいこと？全然いいけど。え？嘘でしょ？そんな急すぎ。もう決まってるの？そうだよね。普通あんなことされたらそうなっちゃうよね。
や、それは違う。探したの。